今度は島か。波の音が聞こえるが、ここはエアサプレーナ島か。ジジイ、知ってる場所なのか。50年前わしが波紋の修行をした場所じゃ。懐かしい。久しぶりに波紋の呼吸をしてみたりして。じゃあ案内できるんだな。もちろんじゃ。と言いたいところだが、何せ50年前じゃからな、ちょっと記憶が曖昧での。やれやれ。お、あれは。ジョジョ、もうバテたのか。いや、そこに誰かいるぜ。何？おお、あそこにおるのは間違いない。我が友シーザー、シーザーテペリ。はあ？なんじゃこの汗臭そうなガキは。なんだこの薄汚いジジイは。お、わしか。これ、50年ぶりに見る自分の昔の顔って変な感じじゃ。ジジイ、このとっぽい野郎が若い頃のおめえなのか。とっぽいとは何じゃ。何こそこそ話してやがる。お前たち何者だ。この島は私有地だぞ。シーザー、ジョジョ、リサリサ先生、不審者を見つけました。まさかとは思いますが、柱の男の手のものかもしれません。あなたたち二人は死ななくてはならない。今すぐに。なんという殺気に満ちた波紋。先生、一体どうしたというのです。やれやれ、早速異変が始まったみてえだな。おい、シーザー、なんだかわからねえがやべえぜ。今の攻撃は本気だった。しかしリサリサ先生がなぜ。さっさと構えろ。元気そうじゃないか。大した成長ぶりだな、ジョースター。なぜドイツの軍人がこの島に。まさかおめえは。シュトロハイム。
ジョジョ、地獄から舞い戻ったぜ。メキシコでコッパみじんに爆裂死したはずのシュトロハイムが俺の目の前にいる。ドイツの医学や科学にはとんでもねえ技術が隠されていて戦争に備えているというが、それで命が助かったのか、シュトロハイム。違うな、ジョジョ。違うの？俺はあのお方の力でよみがえり、さらなるパワーアップを果たしたのだ。すなわち人間どころか、あらゆる存在を超えたのよ。パーフェクトシングシュトロハイムの誕生だ。何を言ってるのかさっぱりわからねえ。だがリサリサとシュトロハイムがつるんでる時点で異常な事態ってことははっきりわかるぜ。覚悟してもらうぞ、ジョジョ。仕方ねえ、シーザー、戦うぞ。やむを得ん。最終試練クリアってとこか。